悲鳴主事テンドラパテルは、イギリスの俳優。BBC1 のソープオペラ、イーストエンダーズのタムワル・マズード役や映画、イエス・タデイのジャック役で知られる。1990年10月13日に、イギリスのケンブリッジ・シャー・ソートリーで、ケニア生まれの父と、ザンビア生まれの母の間に生まれた。ノーサンプトンシャーにあるプリンス・ウィリアム校に入学し、11歳の、時に、学校の演劇。 This is Your Life サンタクロースのマイケル・アスペル役を演じた。その後ケンブリッジにある演劇学校に入学し、映画のクラスに入った。学校ではピアノのレッスンを受けた。また、100ポンドのエレクトリックギターを購入し、13歳の時に演奏法を学んだ。2011年撮影16歳の時にパテルは演劇学校の圧戦により、 ソープオペラ、イーストエンダーズのオーディションを受け、タムワル・マズード役に抜擢された。同作には2007年10月1日放送会で、初登場となり、2011年に共演者である、メリル・フェルナンデスと共に、インサイドソープアワードのベストウェーディング部門を受賞した。その後、パテルは、2016年4月22日までの9年間に、渡ってタムワル・マズード役を演じた。 2016年9月27日より放送が開始されたチャンネル4のシットコムダームドに出演。イーストエンダーズ公番後では初のテレビ出演となった。2019年に映画イエスタデーで映画初出演。同作では主人公のジャック・マリックを演じ、劇中ではビートルズの楽曲の生演奏も行った。同年に発売されたチャリティアルバム。 BBC チルドレインニード、ガット・イット・カバードに参加し、ザ・キラーズのオール・テーゼ・シングス・ザ・ト・アイブ・ドーンをカバーした。ありがとうございます。